僕です。バイです。みなさんこんにちは、編集長の佐藤ささらです。今回もおかげさまでここでしか言えない話第4弾を配信することになりました。前回に引き続き皆様から寄せられたコメントを見てみますと、絶対に世界で一番かっこいいよ、もういろいろひどすぎて死ぬ、わら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 、言いたいことあったので私がいる日にやってほしかった。唯一体調悪くて言ってない日で読んじゃえ。めっちゃくちゃ声出して笑った、わら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 、よいちくんに全力で土下座したいです。ごめんなさい。横田良一のモノマネします。3、2、1。小さくバイバイ。はい、よかったらこれちょっと見てほしいんですけど、ちょっと見させていただきます、はい。ジュリーさん、良一くんに全力で土下座したいです、ごめんなさい。でもいじっていただいて僕は嬉しいんでね、いやまあ嬉しいんで全然 OK です。これからも僕の真似をしてください。久しぶりのマディカルコロン、ニヤニヤした。マディカルコロン推し面に好きって言わせたいからこれやる、考えた人すごい。問題です。こちらの漢字なんて読むでしょう。ピント合わない。推しに好きって言わせたい人はみんなやってね。これ見て、すぐ見ます。やべえ、ごめん、電車で吹き出すかと思った、わら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 。イエーイイエーイ。何や、このような形で出演できてとても嬉しく思います、わら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 。何回でも見れるわらわらわら、楽屋の様子モニタリングしてほしい、わらわらわら。本当に面白かったからジャスリ第2弾やってほしい、わら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 。やっと見たけど微笑ましくなった。今回編集気合い入れてない、好きすぎる、わら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  ここでしか言えない話、不満ボタン。実は32。32歳。見て。あ始まった。始まった。衣装がで長が負けた。そんな臭いの衣装？結構クリーニングしてんじゃないの？うん、でも匂い取れないんですよ。おー、なるほど。本日、D-BOX TV で見れます。え、なんですか？え、ピー、ピー、23。名前言っちゃった、名前言っちゃった。32歳の人だ。23歳の主張、はい。ジンジャーエール梅。芦田愛菜のモノマネができます。芦田愛菜だよ。他のオタクか知らないんですけど、和田アキ子に似てる。ちょっと使ってほしい。今の和田アキ子使ってね。使わなくて大丈夫です。カットで、あと32カットで、カットで、カットで、カットで。いきますよ、せーWe are gone! ありがとうございました。
これまだ撮ってる言う本当に撮ってる本当か撮ってる実はねえ、それはダメです、チェッキーの上限恥ずかしい実は純粋です楽しかったです。座ったバイバイ待って、ゴリラを500円にしてほしいです。もしくはおかわり自由がいいです。おかわり自由がいいです。ドリンクにタピオカを見せてくれてください。そんなの飛ぶじゃん、私。絶対それしか飛ばない。界隈って言うけど、別にそんな界隈でバチバチとかしてないと思うんですよ。で、すごく言いたい。そう、こちらも界隈だったけど、今2人しかいません。会話なくなくなるから。平和主義。ちゃんとカメラにバイバイして。はい、バイバイ。ここにあー、バイバイ。ラーメン食べてきます。ラーメン食べてきます。バイバーイ。取るよ。いいぞ。3キロ取った。言ってきて。オタク初めて8キロ太りました。いやそういう気分じゃないです。オタク初めて10キロ太りました。バイバイ。言いたいことがあるんだよ。好き好き大好き、やっぱ好き。あの、なん言いたいこと、言いたいこと、不満、言って言って。俺不満なく生きてるかな。不満はですね、黒沢健吾くんと木村理沙さんがだいぶチャラついてきまして。おお。ねえ、わかります、ね、なんか首にキラキラつけてみたり、手首にキラキラつけてみたり、ブランド物のカバンしょったりと、はい、いや、稼いでるなと思いますよ。本当に調子乗ってるじゃないですか、そこの、あなただってでも長い重機もちょっとやばいよ。長い人もね、間違えましたよ。間違えましたね、あいつはもう本当に。なんかもうゲームの次は、シャカシャカ。ピーダーガンでしょ、それ。シャカシャカ。ピーそれもピーだよ、ピー。シャカシャカ。ピーやってんじゃないですか。ほんとに。シャカシャカ。ピーシャカシャカ。ピー聞いてくださいよ。聞いてくださいよ、ほんと最近不満あるんですけど。不満なく生きてるかな。うちのね、マネージャーの山内真奈さん。ああね、はい、あのひげこうやってずっとサンプリやってた。ちょっとね、最近不満っていうか、最近ひげ触りすぎでね、ちょっと溶けるんじゃないかって、ね、本当に。おわずっと触ってずっとそうずっとね、なんならあれで爪の赤をこうやって掃除するんじゃないかっていう。ああ、爪切れになったみたいな。実はお姉だったみたいな。ほうき代わりだから、この間ほこりもこうやってこうやってほこりもこうやって、テーブルのほこりもひげでね、絡め取ってるんじゃないですか。絡め取ってるんじゃないですか。ゲストが来ましたけど。ゲストじゃないよ、やめてよ。たくみの不満。あいつ非人道なんですよ。僕がサンシャイン池袋の時にスナッチキャットの手袋を落としたんですよね。したらあいつ、あ、落としてるよって言うだけで、あの拾いに行かないんですよね。拾いに行かないで取りに来させて自分を先に行くっていう。しかも余裕ある時ならまだしも、ライブのほんと直前5分前とかでやるんですよ、やつ。わい。あとね、中西祐樹もう一個、とにかくね、俺のことをね、いじめすぎだと思います、本当に。携帯すぐね、動画撮るしね。すぐね、動画撮るし、俺のバッグ隠すし。マネージャー、だんだん僕らと始めたところと、すごいおしゃれになってきて。そう、おしゃれになってきた。絶対男の一人や二人できたんじゃないかって。恋してますね、これ。これ恋してますわ。恋してるなと思って、多分、ゆいのチェリーを弾き語りを多分練習してると思うんですよね。恋しちゃったんだから。今日なんで、撮影してますから。流行りの撮影。流行りの撮影。ペイズリー柄で。ペイズリー柄じゃないか。花柄で。ねえ、これやめて、これ面白くない。
持ってるんですよ。ガガ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 ガ。なんでお客さんよりメンバーが。どうも。どうも、メンズアイドルクラブ。うちの、まず一番人気、藤名優です。ポーズが個性的でいいですね。次、中西ゆきさんです。タンクトップを着ると、多分2丁目で 100% 声かけられるんじゃないかっていう原因です。それ召喚すんの？これ召喚しちゃダメなやつでしょ？木村リタさん。木村リタさん。これカットで。これちょっと本当にやばいです。性別不明です。うちの王子、佐藤匠です。この時見て、大爆笑。トップことのぞむです。穴が3つあります。ねえよ、1個だろ。僕です。バイです。黒沢キングです。ですけど、ピーしてます。ピー、これダメですよ。ダメですよ、それは。あ、分かった分かった。本当に NG ない。あ、じゃあそこピーだ。アイドルですか。いや、全部ピース、全部ピース。いや、あかん、使いたくて仕方ない。でも使いたくて仕方ない。それではレベル1、古畑任三郎。古畑です。レベル10、古畑任三郎。古畑です。レベル20、古畑任三郎。古畑です。レベルマックス、古畑任三郎。エアンメケンメ、エアンメケンメ、エアンメケンメ、お摂取します。ありがとうございます。誇張しすぎた山内さん。レベル1、山内さん。レベル10、山内さん。山内です。レベル20、山内さん。山内です。レベルマックス、山内さん。おー、山内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 、まあ、そこでさっきのとこだけカットしてくれれば、あとは大体大丈夫。あとね。ねえ、あ